ぐらいで、あ、どうぞ、大丈夫ですか、上からだと、じゃあ行きます、あ、これ平らですね、目をさ、ほぼ下なんだ、あー、そうかそうか、じゃあこれを、あ、いいですね、はい、じゃあ、早速、耳とか大丈夫なのかな、まあまあ、まあまあ、は中には入らない、入るんです、じゃあ、早速行きますか、どうやってたっけ、でしょ、これを、あー、あります、これをな、どんなにやったっけ、一回こういう声を、あ、そうなんですね、あ、ちょっとかかってるか、あ、振った方がいいか、あ、振った方がいいかな、お前、手術される前だよ。あ、振ったら、あ、いい感じですか、これここ押すんですか、そう、押してちょっと試してみる、お、いや、そうだ、あ、いい感じ、いい感じ、いきますよ、じゃあ早速いきますね、いくよ、じゃあ、まあ、どうしようか、リンコン、そうね、あ、そうだ、そうだ、あ、いい、もうお前じゃあ呼吸はできなあかんもんな、画面そうですよね、はいはいはい、お客様困りますって言いながらシュートかけられてっていう、あ、グラサンがいらないか、ゴーモンスマに何を気を使ってんねん、このアングル今からだけそんな感じでしていい、 T シャツさくらちゃんええな、鼻にストローさしました、前回どうやってましたっけ、どうやってたっけ、口周り舐めちゃえ、いや、全然大丈夫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 、それをちょっとちょっと鼻だけじゃ、まあ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 、こう もっと積み上げません、あ、もっともっといきましょう、もうこの辺までいきましょう、あ、それは、あ、大丈夫、大丈夫、あ、大丈夫、あ、大丈夫、話していて、あ、もういいっすね、いいっすね、もうすごい高くしましょう、一番結婚式もいいんだ、はい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 お前変に照られてて俺やっぱ2回目なんで、あ、いいっす、あ、動かないで動かないでお客様やめてくださいって言いながらお客様困りますよそんな居酒屋やめちまえよたまらんな、うわ、すごいな、これももっといきますよ、あ、触らないで、あ、そう、呼吸ができんのあ、呼吸だけ自分で呼吸作って呼吸穴作ってしばらくは何だよ、呼吸するの呼吸の音だけ、ちゃんと自分でまあこれぐらい、こんな感じかな、じゃあいいですね、 OK、OK、 じゃあこっから盛り付けをしていきますね、大丈夫、どのところに、あ、いいですね、はいはいはい、なるほど、下地を、あ、そうですね、もう全部されてます、ああ動かないで、動かないで、動いてない、コーン、あ、でもこれイチゴとか、うん、髪の毛見たてやで、あ、でもいいな、いいな、刺した方がいい、あ、そう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 、ちょいい感じや、これめっちゃいい感じですねこの時代にこれできんのやっぱこの番組だけっすもんね、こんなことしてでええんかなあ、やばい、こんな感じかな、まあまあ、武道区、武道区、武道区、
気分は。どんな気分？つぐるちゃん？虚無。え？虚無。虚無？虚無か。うぅ！しまって！あ、でもいいな。あ、まあ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 。できました！これで完成です。できました！手をちょっと一回しましょうか。オッケー。はい。ということで、いつき桜顔面ケーキ2022バージョンです。いや、やった！素晴らしい。さあ、じゃあさ、これに立ち会えるのか、なんてかわいそうなやつだって。あ、体温で溶けちゃうんか。あ、そういうのか。だから顔にも熱あるわけやからな。なるほどね。うん、もうよし、はい、写真撮ったんだよ、お前。あ、そうですね、うん、これ、写真撮って、さくらちゃん、はい、はい、ピースもらえていい？あ、いいね、はい、チーズ、あ、いいですね。あ、OK です、ありがとうございます。はい、溶けたホイップエロいなヤクザの事務所の新年からためらうで、こんなんこんなのジョッキでしか見れないね。バチバチバチっと、デビッド・リンチが撮りそうな絵ガールズバーでこういうサービス始めたいのに喉を仏コリコリ、写真撮ってサスに送って、あ、確かにね、これ写真ササにじゃあ送っときますね。これをやってくれる彼女がいたら絶対結婚するクリスマスでもないのに。はい、ということで、もうこれで勘弁してやってもらっていいですか？大丈夫ですかね？大丈夫ですか？大丈夫。満足ですか？はい。いちご食べる？食べる。オッケー。じゃあ。気持ち悪い。どう？おいしい。俺もうこのタオル捨ててから、これちょっと手を置いて、手をね。ちょっとずつ食える？近くのやつを。あ。どんどん。ああ、そうか。やっぱ溶けてきてますね、この辺がね。ビンゴ好き。ペットコーナーみたいな